こんにちは、ひまひよです。今日は材料3つ以下で簡単に作れるバレンタインにぴったりなチョコレシピを紹介するよ。やっほーい、めっちゃ楽しみ。それじゃあ作っていくよ。サクホロチョコクッキー。お父ちゃん、これでにゃんか作って。いいね。じゃあ片栗粉を足してクッキー作っちゃおっと。片栗粉？板チョコをパキパキ割ってね、耐熱ボウルに入れてレンジでチン。混ぜて溶かすよ。片栗粉を入れてね、よく混ぜ混ぜ。粉っぽさがなくなったら OK。 お皿にクッキングシートを敷いて生地を乗せてくよ。ほいほいほーい。いいねボタン押してね。レンジで加熱ゴーゴー。涼しいところで固まるまで冷ますよ。冷めろ冷めろ。固まったよ。やっほーい。サクホロチョコクッキーの完成。めっちゃうまうま。でしょでしょ。パクパク止まんにゃーい。とろける生チョコ。生チョコ作ろう。牛乳。生クリーム使わないの？そうだよ。これでめっちゃ美味しいの作っちゃうよ。水で濡らした容器にクッキングシートを敷くよ。チョコレートを割り入れて牛乳を入れてね。レンジで加熱ゴーゴー。艶が出て滑らかになるまでよく混ぜるよ。端っこもしっかりね。表面を平らにしてふんわりラップをしたら冷蔵庫へゴーゴー。いいねボタン押してね。温めた包丁で切り分けるよ。ちょっと雑でも OK。 両面ココアをまぶしたらとろける生チョコの完成。こっちは粉糖もかけたよ。牛乳で美味しいの？うわー、これうま。お口の中でとろけたにゃん。安くて美味しいって最高だにゃ。三角チョコパイ。春巻きの皮余っちゃった。それちょうだい。もういいよ。これでおやつ作っちゃおっと。にゃんだ。春巻きの皮を縦に4つに切るよ。半分に割ったチョコを乗せてくるくる巻いてね。お水をちょんちょん、皮をペタ。アルミホイルを敷いた天板に並べてね。溶かしバターを塗ってトースターで焼くよ。加熱ゴーゴー。焼きムラができそうな時は前後を入れ替えてね。こんがり焼き色がついたら春巻きの皮でなんちゃって三角チョコパイの一丁狩り。いただきます。外パリパリ、チョコとろーりふんまにゃ。これめっちゃ美味しいじゃん。でしょでしょ。パイ生地作るよりも低カロリー低脂質なのも嬉しいね。パクパクとまんにゃ。濃厚なめらかチョコチーズケーキ。材料3つ。濃厚なめらかチョコチーズケーキ。ヨーグルトでヘルシーで美味しいの作っていくよ。やっほーい。耐熱ボウルにチョコレートを割り入れてね。レンジで加熱ゴーゴー。器を手で持てる程度まで冷ましてね。卵を割り入れてよく混ぜるよ。パルテノを加えてよく混ぜてね。クリームチーズの代わりにパルテノを使うことで脂質をオフ。なるほど。こんな感じに滑らかになったら OK。 クッキングシートを敷いた耐熱容器に入れてトントンして空気を抜くよ。レンジで加熱ゴーゴー。粗熱が取れたら冷蔵庫へゴーゴー。チャンネル登録よろしく。お好みでココアパウダーを振りかけて食べやすい大きさにカットしたらチョコチーズケーキの完成。なめらか。濃厚なのに後味すっきりでうまいにゃ。ヘルシーで美味しいって最高だにゃん。パン粉でチョコクランチ。チョコたくさん食べたいにゃ。お父ちゃんも。そうだ、あれ作っちゃおう。ん、あれにゃんだ。チョコを割ってレンジでチン。よく混ぜて溶かすよ。こんな感じで滑らかになったら OK。 パン粉をザバー。パン粉。これで美味しくかさまし。よく混ぜてね。大さじと小さじで2サイズ作るよ。最初に油を少し塗るとくっつかずに綺麗に外せるよ。作ったらクッキングシートの上にポン、ほい、ほい、ほーい。こんな感じ。やった、たくさん食べれるにゃ。いいねボタン押してね。冷蔵庫へゴーゴー。パン粉でチョコクランチの完成。うわ、ディズニーのみたいだにゃん。いただきます。サクサクでうま。うわ、めっちゃ美味しいじゃん。これ止まんにゃーい。これでバレンタイン用にデコってみたよ。大量生産できるから友チョコにぴったり。濃厚とろける生チョコタルト。材料3つ。レンジで1分。濃厚とろける生チョコタルト。これで美味しいの作っちゃうよ。マリーを砕いて器に入れてね。牛乳を入れて混ぜたら器に敷き詰めるよ。いいねボタン押してね。チョコレートを割り入れて牛乳を入れたらレンジで加熱ゴーゴー。滑らかになるまでよく混ぜてね。ツヤツヤでうまそうだにゃ。洋酒を入れるのもおすすめ。器に入れて冷蔵庫へゴーゴー。ココアパウダーを振りかけたら濃厚とろける生チョコタルトの完成。うわー、お口の中でとろけたにゃん。チョコ好きにはたまにゃーい。僕人にも作れそうだにゃ。普段のおやつにもぴったりなのでよかったら作ってみてね。
この動画が良かったなって思ってくれた方はグッドボタンとチャンネル登録で応援してね。それではバイバーイ。